テレビをご覧の皆さん、こんにちは。今日はここナショナルズパークから大分対サンディエゴパドレス好ゲームシリーズ初戦ゲーム1の模様をお伝えします。実況は私谷口博明でお送りいたします。さあプレーボールです。大分スターティングラインナップはご覧の通りです。サードを守りますゴリ、ライトの守備につきます一郎、メジャー9年目のシーズンを迎えます。大分のスターティングピッチャーは役所同士前田、最初の攻撃はパドレス、先頭バッターはトラビス・デンカー、現在4試合ヒットが続いています。さあ1球目ストライクから打った、一発バッター、直球しました、ショート掴んだ、ワンアウト。デンカー内野ゴロに倒れました。バッターはゴンザレス、現在の打率は2割4分9厘、真ん中打った、レフト掴みました。パドレスあっという間に2アウト、前田レフトライナーに打ち取りました。バッターはケビン・クーズマノフ、現在の打率は2割6分4厘。さあ1球目スライダー打った、ショート掴んだ、1塁へ。パドレスあっという間に3アウトになりました。最後は内野ゴロに倒れました。1回の表が終わって0対0、両チーム2得点です。前田まずは初回ヒット。パドレスご覧のようなスターティングラインナップとなっています。パドレスのスターティングピッチャーはウェイド・ルブラン。これから攻撃に入ります大分、今シーズンは好調なバッティングを見せる一郎、現在の打率は3割1分9厘。ストライク、胸元ギリギリいっぱい、ワンストライクノーボール。さあ1球目ストライクから打ちました、バットの先、ワンバウン、一郎センター前ヒットを放ちました。さあこれでノーアウトランナー1塁、ここでいっぱいストライク、ワンストライクノーボール。さあ2球目ランナースタート切った、アップアンドイン空振り、早くも追い込んでいます。判定はセーフ、盗塁成功。空振りストラックアウト、龍かすりもしませんでした。現在ホームラン数トップの大谷、現在シーズン本塁打数トップに立っています。まっすぐ見送ってストライク、ワンストライクノーボール。さあ1球目ストライクから内角高め空振り、早くも追い込みました。さあ3球目、ボール1つ外した、ストラックアウト、大事な場面で2者連続三振。今シーズンは好調なバッティングを見せる鈴木、9月に入って早くも5本のホームランを放っています。現在の打率は3割2分4厘。さあ2球目外れた、ボール、ワンバウン、ツーバウンドしてヒットになる、二塁ランナーホームイン、大分早くも先制、鈴木宇宙界のタイムリーヒット。さあこれでツーアウトランナー一塁、打った一発だ、レフト線フェアになった、スリーアウトです。1回の裏が終わって1対0大分先制点を挙げています。パドレスこの回は4番クリーンアップヒッターからの攻撃です。先頭バッターは4番エイドリアン・ゴンザレス、今シーズンすでに2本のサヨナラヒットを打っています。現在の打率は2割4分8厘、1塁ベースを踏んでアウト、ワンアウトです。バッターエミル・ブラウン、現在打率は2割8分7厘、まっすぐ見送ってストライク、ワンストライクノーボール。さあ初球ストライクから、これはボール、変化球外へボール、ワンストライクツーボール。さあバッティングカウントからインサイド打った、ショート掴んだ、ツーアウトです。ブラウンショートゴロに倒れました。そして次のバッターはブライアン・ジャイルズ、現在の打率は2割2分1厘、内角低め打った、セカンドの横飛び、ヒット、ライト前ヒットになった、ジャイルズライト前ヒットを放ちました。さあこれでツーアウトランナー1塁、直球ボール、さあワンボールから、ボール縦のカーブ外れました、ノーストライクツーボール。そして3球目スプリット打った、ファースト掴んだ、1塁ベースを踏んでアウト、3アウトになりました。2回の
第8部9里真ん中落ちました。ショート掴んだ。ワンアウトです。フリーマン内野ゴロに倒れました。今シーズンは好調なバッティングを見せるマット・タップマン、現在の打率は3割4分6厘。ボール外れました。さあ1球目ボールから内角ギリギリいっぱい、ストライク。インサイドボール打った。ショート掴んだ。ツーアウト。タップマンショートゴロに倒れました。今シーズンは好調なバッティングを見せるチップアップです。現在の打率は4割1分4厘。インサイドついてボール。さあ1球目ボールから、ボール。第3球は見送ってボール。さあ4球目、おっと打ちました。セカンド掴んだ。スリーアウトになりました。最後は内野のグラウンダーでした。2回の裏が終わって1対0大分1点リードです。1点を追いかけますアドレス。先頭バッターは8番ルイス・ロドリゲス。今シーズンすでに2本の満塁ホームランを打っています。現在の打率は2割5分4厘。さあ2球目、縦のカーブ打った。セカンド掴んだ。ワンアウト。ロドリゲス内野ゴロに倒れました。バッターはウィルキン・ベナブル。今シーズンすでに2本の満塁ホームランを打っています。現在の打率は2割8分2厘。そして2球目、スライダー打ちました。一郎落下点構えてライト取りました。ツーアウトです。ベナブルライトへのフライに終わりました。バッターはトラビス・デンカー。現在4試合ヒットが続いています。直球見送ってストライク。さあ初球ストライクから、真ん中打ちました。ショート取った。スリーアウトになりました。最後はグランドボールに打ち取られました。3回の表が終わって1対0大分1点リードは変わりません。大分この回の攻撃はラストバッターから始まります。今シーズンは好調なバッティングを見せるミルズ、現在打率は3割2分1厘。さあ1球目空振りから、アウトサイド空振り。バッター追い込まれた。2ストライクノーボール。ボール1つ外した。ストレート打った。掴みました。ワンアウトです。ミルズレフトライナーに終わりました。今シーズンは好調なバッティングを見せるイチロー、今日2打席目。さあ1球目、低めギリギリいっぱい、ストライク。第2球は直球外れました。外れた。ボール。さあバッティングカウントになって、ボール。さあ5球目、打った。流し打ち、レフト掴みました。ツーアウトです。一郎レフトライナーに終わりました。今シーズンは好調なバッティングを見せるユー、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。高めの球空振り。さあ1球目空振りから、インサイド引っ張った。サード掴んだ。一塁へ。スリーアウトになりました。大分またしても三者凡退に終わっています。3回の裏が終わって1対0試合はこれから4イニング目に入ります。先頭バッターは指名打者ゴンザレス。現在の打率は2割4分9厘。高めギリギリいっぱい、ストライク。初球まずは入れてきました。さあ1球目ストライクから、縦のカーブ見送ってストライク。1球外した。2ストライク1ボール。そして4球目、内角低め打った。ショート掴んだ。ワンアウトです。ゴンザレス内野ゴロに倒れました。バッターケビン・クーズマノフ。現在の打率は2割6分4厘。縦のカーブ打った。入れは同点。どうだ。入った。ホームラン。第37号同点ホームラン。ナショナルズパークに叩き込んだ。初球から狙っていきました。1対1。そして今カムホーム。次のバッターはエイドリアン・ゴンザレス。メジャー通算2塁打150まであと3と迫っています。現在5試合ヒットが続いています。さあ初球ストライクから、スプリット外れました。ストレート打ちました。ファウル。これは打ち上げてしまった。ショート落下点取りました。ツーアウトです。ゴンザレスショートフライに倒れました。バッターはエミル・ブラウン。最初の打席は内野ゴロ。低めの
の球見送ってストライク、ワンストライクノーボール。さあ1球目ストライクから、スプリット打った、ショート取った、スリーアウトになりました。4回の表が終わって1対1パドレス、この回1点返して同点としています。これから攻撃に入ります大分、現在ホームラン数トップの大谷、現在シーズン本塁打数トップに立っています。ブラウンゆっくりと構えた、ワンアウトです。大谷センターフライに終わりました。前の打席でタイムリーを放っている鈴木、9月に入って早くも5本のホームランを放っています。現在打率は3割2分7厘。さあ1球目ボールから、インサイド引っ張った、サード掴んだ、ツーアウト。鈴木サードゴロに倒れました。そして次のバッターはゴリ、今日2打席目。まずは1球目、2球目際どいボール。さあボール1から見送ってボール、アウトサイド高め打った、取りました、スリーアウトになりました。大分この回も三者凡退です。4回の裏が終わってこれから攻撃に入ります。パドレス前の打席でヒットを放っているブライアン・ジャイルズ、現在打率は2割2分2厘。さあ初球ストライクから、縦のカーブ外れてボール、ワンストライクワンボール。第3球はストレート打ちました、ファールボール。ストレート打った、ワンボール。ジャイルスヒットを放ちました。さあこれでノーアウトランナー1塁、バッターリック・ハンドリー、今日2打席目。直球打った、ショート掴んだ、一塁へ、アウト、ゲッツー。パドレス早くもツーアウト。そして次のバッターはルイス・ロドリゲス、今日2打席目。アウトサイド高めいっぱいストライク。そして2球目、これはボール、引っ張った、ファースト取った、一塁ベースを踏んでアウト、スリーアウトです。5回の表が終わって1対1現在同点です。これから攻撃に入ります大分、この回のトップバッターはフリーマン、現在の打率は2割8分8厘。高めの球空振り、バットが空を切りました、ワンストライクノーボール。さあ初球空振りから、これは見送ってボール。ルブラン今の投球でちょうど40球目になります。さあ3球目ボール、次が4球目、真ん中打った、取りました、ワンアウト。フリーマンライトへのライナーに終わりました。今シーズンは好調なバッティングを見せるマット・タップマン、現在7試合ヒットが続いています。セカンド後方ライトの前だ、ワンバウン、一塁はどうか、一塁セーフ、タップマンライト前ヒットを放ちました。さあこれでワンアウトランナー一塁、まずは一塁牽制。直球見送ってストライク、さあ初球ストライクから、ボール、直球外れました。さあ3球目、内角高め打った、セカンド掴んだ、一塁転送、アウト、ダブルプレー、スリーアウトになりました。前半5回を終了して1対1大分、勝ち越しのチャンスを逃しました。ゲームはこれから6イニング目に入ります。この回のトップバッターはウィルキン・ベナブル、今シーズンすでに2本の満塁ホームランを打っています。第1打席はライトフライ。さあ1球目ストライクから、高めの球空振り、もう追い込んでいます。そして3球目、空振りストラックアウト、ベナブルかすりもしませんでした。バッタートラビス・デンカー、現在4試合ヒットが続いています。打った、初球打ち、パドレス一瞬にして2アウト、デンカーショートライナーに終わりました。バッターゴンザレス、現在打率は2割4分8厘。まっすぐ見送ってストライク、さあ初球ストライクから、スプリットしました、サード掴んだ、スリーアウトになりました。最後は内野ゴロに倒れました。6回の表が終わって1対1現在同点です。大分この回の攻撃はラストバッターが始まります。
今シーズン絶好調のミルズ、今日2打席でアウトサイドコーナー打った、ファースト掴んだ、一塁ベースを踏んでアウト、ワンアウトです。ミルズ内野ゴロに倒れました。今日ヒットを放っているイチロー、今日3打席目、外角へ直球ボール、さあボールワンから直球外れました、カーブ打った、ショート掴んだ、ツーアウト、イチローショートゴロに倒れました。今シーズンは好調なバッティングを見せるリュウ、今日3打席目、外角ギリギリいっぱいストライク、初球まずは入れてきました。さあ1球目ストライクからカーブ打ちました、ワンバウンド、リュウセンター前ヒットを放ちました。さあ2アウトから勝ち越しのランナーが出ました、アウトに空振り、バットが空を切りました。さあ1球目空振りから外角高め打ちました、センター落下点、ブラウン取りました、スリーアウトです。ファーストランナー残塁、6回の裏が終わって1対1、試合の終盤7回に入ります。前の打席でホームランを放ったケビン・クーズマロフ、今日3打席目、手応えは十分か、ホームランです、ホームランが出ました、第38号ソロホームラン、クーズマロフ2打席連続のホームラン、見事に初球を捉えました、貴重な一発を放ちました。そして今カムホーム、バッターはエイドリアン・ゴンザレス、メジャー通算二塁打150まであと3と迫っています。現在5試合ヒットが続いています。第2球は打った強い当たり、ファースト取った、一塁ベースを踏んでアウト、ワンアウト、ゴンザレスファーストゴロに終わりました。そして次のバッターはエミル・ブラウン、今日3打席目、ストライク、アウトサイドギリギリいっぱい、初球まずは入れてきました。第2球は縦のカーブ見送ってボール、ワンストライクワンボール、そして3球目、2球目判定はボール、さあバッティングカウントになって縦のカーブ打った、ヒット、ブラウンヒットを放ちました。さあこれでワンアウトランナー1塁、前の打席でヒットを放っているブライアン・ジャイルズ、現在の打率は2割2分3厘、ここでタイムが変わります。大分ピッチャーを変えてきます。ソーサ今日2番手としてマウンドに上がります。まずは一塁牽制、一塁へ牽制球を送りました、ランナースタートを切った、低め打った、ショート掴んだ、一塁へ送る、一塁マウンド、ダブルプレー、スリーアウトです。
初球ストライクから、早くも追い込みました。空振り三振、ランブレス走りもしませんでした。今シーズン絶好調のビル、一打勝ち越しのチャンス。ここでタイムがかかります。大分ピンチヒッターを投入してくるようです。さあここで代打亀井、一打勝ち越しのチャンス。まずは一塁先生、初球はランナー下、アウトサイド空振り、セーフ、盗塁成功。さあ初球空振りからインサイドボール打った、二遊間破った、センター前にヒットが出た。大分2点リードを奪いました。カネインセンター前タイムリーヒット、大分今日8本目のヒット。今シーズン絶好調のイチロー、今日はここまで3打数1安打、現在の打率は3割1分9厘。ここでタイムがかかります。マドレスピッチャーを変えてきます。ベル今日2番手としてマウンドに上がります。内角高め見送ってストライク、一塁へ牽制球を送りました。さあ2球目ランナー走った、打ったバットの先ファースト取った、一塁ベースを踏んでアウト、スリーアウトです。7回の裏が終わって4対2、大分2点リードに変わっています。2点を追いかけますマドレス、先頭バッターは7番リック・ハンドリー、これが3打席目になります。外角打ちました、ファール。さあ1球目ファールからボール、アウトサイドへの変化球、ワンストライクワンボール、おっつけだ、ワンバウンド、ハンドリーライト前ヒットを放ちました。さあこれでノーアウトランナー1塁、ここでタイムです。マドレスピッチヒッターを投入してくるようです。ピンチヒッターはフアン・エンカーナシオ、メジャー通算2塁打250まであと8と迫っています。現在の打率は2割5分。一塁へ送る、アウト、ダブルプレー、マドレス早くも2アウト。次のバッターはウィルキン・ベナブル、今シーズンすでに2本の満塁ホームランを打っています。現在の打率は2割8分。ここでタイムがかかります。マドレス代打を起用してくるようです。ナックルカーブ見送ってストライク、さあ初球ストライクからアフロンドン空振り、早くも追い込んでいます。さあ3球目、これはバットの根元、レフト落下点取りました。スリーアウトになりました。8回の表が終わって4対2、大分この回は2番からの好打順です。前の打席でヒットを放っているリュウ、現在打率は3割4分3厘。マドレス守備を固めてくるようです。さあ1球目ストライクからストライク、村本ギリギリいっぱい、ボール1球外した、スプリット打った、セカンド掴んだ、ワンアウトです。リュウセカンドゴロに倒れました。低めいっぱいストライク、さあ1球目ストライクから初球外れました。大谷センターフライに終わりました。前の打席はホームランの鈴木、打席に入って早くも6本のホームランを放っています。今日2打点を挙げています。そして2球目ストレート打った、ライト落下点取りました、スリーアウトです。最後はライトフライに打ち取られました。8回の裏が終わって4対2、大分2点リードです。いよいよ最終回を迎えました。右バッターボックスはトップバッタートラビス・デンカー、ここからの反撃に期待したいところ。現在4試合ヒットが続いています。ここでタイムです。大分ピッチャーを変えてきます。ウォード今日3番手としてマウンドに上がります。ダックル見送ってボール、さあワンボールからカットボール見送ってストライク、ストライク、膝元厳しい球、流し打ちどうだ、セカンド掴んだ、ワンアウト、
ケビン・クーズマノフ、前の打席はホームランを放っています。今日2打点を挙げています。さあ1球目ストライクから。